いよ断捨離して日本一周ガタガタゴーゴーのガッちゃんとむっちゃんです。はい、フォーマルな感じで、はい、はいはいはい、ポーズ。今回は和習山にやってまいりました、はい、岡山県ね、はいはい、瀬戸大橋が一望ができるということでちょっとワクワクしてます。行ってきまーす、はい、ちょっと行きましょう。おお、あーそうじゃない、あもしかして讃岐富士とかあの山の形とかね。マジか。今いるのがこちらですね。はい、順番にあれだね、ビュースポットがあるみたいだから、うん、中にはねこんな感じで撮れるところもあるみたいでね。おおおお、いいじゃんいいじゃん、すごいなビュースポットだ。うん、すごい。いやー綺麗だな、すごいの、はあ、ここから始まって向こうまで全部続いてるの。ふう、はあ、うわすごいぞここ。うわあすごいなあ。まあ、でも漁船はいいでしょ、結構すごい、うん、結構漁船は、うん、ここ、ああ、ほんとだ、あ、すごいじゃん、ほんとだ、うん、足が、いっぱい蓄まって、あれですね、やっぱネットに入れとかないと逃げ出しそう。それと気づくでしょうね、おそらくそれが、まあ、まだそこは蓄はね比較的大きいと、あ、サメだ、あ、サメか、ネコザメ、あ、サメだよね、入ったけど、なんか網じゃない。ちょっとしてこないかなと思って待ってんだけどねしてこないもんだね。すごい、ありがとうございます。いえいえ、はい、もうすでに一すくい目でタコが入ってます。いただきまーす。どうぞ。日本に新時代が到来しました。カレーのルーの中にもタコが入ってて、唐揚げのタコが入ってる。いただきます。そこに登場した学生は着物より地獄で動きやすい、うまい。
いただきます。おすごい、分厚い。うん、じゃ早速。あのね、揚げのカリッとかもね、野菜と、しかも魚嫌いな僕が本当に美味しく食べれちゃうっていう。うん、もうここで香りがする。食べるもので香りっていうのは大事だよね、うんうん。あ、美味しい。ですか。私正直驚いてます。あの会長さんに案内していただけなかったら知らなかった。そうだよね。さあいかがだったでしょうか。岡山県倉敷市下津井と小島、ここには見どころがたくさんあります。国産ジーンズ発祥の地、そして学生服の産地、景勝地として有名な国立公園の和州山、そこから青く広がる瀬戸内海と白い瀬戸大橋。この周辺の瀬戸内海はかつて藤原住友が海賊として名を馳せた地でもあります。その瀬戸内海から水揚げされるマダコ、タコと旬の魚料理を味わうことができる下津井小島地域飲食店キャンペーンが2020年1月20日から2月24日までタコタコ巡りとして開催されます。ぜひ皆さん足を運んで美味しいタコをご賞味ください。